はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 バイクなくなったかと思ったよ。で、今何やってんのかな。今火薬いっぱい作ってるね。 OKOK。 じゃあ火薬作ってるんで行きましょうか。じゃあ右前にも穴が開いてるって思ってた。そう、あれ行ってみましょう。え、こっちかな。この前行ったの違うよね。違うね。よし、これ行きましょう。ゾンビいる？いないね。よし、これほいっと。おっと、これは入れるかな。インベントリー空いてるからやってみてもいいか。あー、怪しい。ここから入るか。おー、いいね。え、鉄かよ。鉄は今いらないかな。石炭っぽいのが欲しいんだよ、コールが。おうおうおう、あ、出てる。これ鉄だね。これこれ。お、いいね。いいね。まさかここに来てこんなに掘るとは思わんかったな。すげえ、キリがない。あれ鉄かな。鉄っぽ。何が広いって石？これ違うな。あー、窓出てるね。わお、わお、火薬の埋蔵量すごい。これはすごい。ちょっと軽く漁って帰るつもりだったんだけど、すっごい勢いで本気で漁ってるわ。ちょっと待ってね。どうしようか。火薬作ろっか、とりあえずレシピの。あ、ダメだ。じゃあ先に、レシピでスナイパーライフルの弾をいっぱい作ろう。そしたら火薬消費するから。 OK。 これはびっくり。土いらないから。砂もいらないよね。ちょっと漁れるだけ漁っとこうか。うちの近くに火薬の材料があるかわかんないからね。ありがたい。でも近くにさ、あれないかな、家。ちょっと家探してさ、ポージでもガシガシ作っちゃう弾を。ハロー、大丈夫？待ってるけど、すごい量の火薬が手に入りそう。どうしよう。うん、これも食べちゃうか。食べちゃって、もう1000あるから入れとこうか。入れて捨てて、なんかもう一個ぐらいこっち入りそうだよね。あれ、これかな。よし、どっかないかな、家。あ、なんか裏にも続いてる。これこれ、AK。
AK の弾ってなんだっけ。AK の弾を量産したいね。なさそういうとか。ちょっとだけ掘るか。下に降りる前にあんなに見つかるとは思わんかったね。これは大量ですよ。これはすごい。なんで土か。だんだん すげえなこれ本当に。ちょっとここ来ないと思うからね。掘れるだけ掘っとこうか。してないよね。してよっか。使っちゃう。これも。いや。見えなくなればもう拾わないのに、このこれがあるうちは頑張りたいよ、ね。めったにこんなにないから。なんか壁貫通したかも。と焦った今。どこまで来て潰されたらへこむからね。どうしよっかな。火薬もうちょい作るか。540。まあいいんじゃない。そしたらやっぱりそろそろさ、あれだよね。次気になるのは、プラスが足りないんじゃないかっていう問題が出てくるよね。プラスが掘って出てこねえからな。真鍮ってリアルの世界ではどんな風に埋まってるんだろう。これで一段落かな。多分、うーい。まだあるわ、すげえ。崩れてきそうだよね。これでもう終わりだろ。この下どうなってる。もう下行かなくていいぐらい掘り尽くしたよね。よし、帰ろう。で、行きましょうべ。切っていくの？大丈夫？よし。よし。戻ろう。うわぁ。大量だな。大量だな、大量だな。あれ？俺のバイクって。よいしょ。
地に戻って、この方角でいいんだっけ。そうですね、どこに向かってるか知らないけど、で、これ取ってこれしまって、あ、作ろっか、どうせだし。しまった。これは一周してないか、大丈夫か。あ、建物が見えるね。建物が見える。これは燃料かな？ガソリンスタンドっぽいね。そう、コメントで枯れ木、やっぱり枯れ木からも見つけたことあるって言ってた。で、あと雪山の枯れ木からもオーガのパーツ見つけたことある人いるっていうんで、雪山探しかな。雪山があればね。よし、うん、ごめん、多くね、多いよね。痛い痛い、倒したかな全部。まだ来るね。ナースさん、受け。あ、火事の声。あ、拾えなかった。出ないね。ゾンビからオーバーのシューター買い取れるんだけどね。できない量だね今のは。お、いいね。パレットケージングはいいですよ。食べとっか、そろそろ。そろそろ食料も考えないとやばいもんね。よし、入ろう。間違って今叩いたら。アウトだった。爆発してたかも。ツールショップないかな。でもなんもないしな。あ、いいね。上、あれがあるかもしれないから行くか。弾。おお、ラッキー。ケージングがあるかなって期待してたんだけど。食いの頻度を上げていこうか。よいしょ。ん？ん？俺ライトつけてないけど。クラップ。あ、拾えない。ん？これって何？手伝え。薬屋さんは今いいよね。2スタックあるからいらないね。
だな。車だけ漁って、どっちかな、まっすぐかな。お、いいね、いいね、いいね。まっすぐ行きましょうか。枯れ木が漁ってんですだけど、枯れ木がないね。一回確認しよう。あ、いいね、いい方向で。お、道が合流した。いいのないかな、町ないかな。町というより主にツールショップ、ツールショップを求めてます。でスタートした時間が分かんないから、一旦ここら辺で終わりにしようかな。穴掘ってる途中で、あ、始めてた思ったね。なんでもうちょっと走ってなんかなさそうだったら終わりにして。あ、スクラップできない、嘘やん、そんなバカな。あーね、あったあった、ちょっと待って、これ捨てます、これ捨てます、キャンセルで、スクラップしよう。あ、この人倒したいかも。水かいらないかな。まあ何もなさそうなんで、今回ここら辺で終わりにしましょうか。この赤い車まで漁ってね。で次回はまあこの調子で走れるところまで走っていきたいと思います。よろしかったら次の動画見てください。セシカでした。